CM キャラ再開の真実。岡田純一や平野信用の衝撃的な再契約理由とは旧ジャニーズタレントが契約を結んだ背後に隠された衝撃のドラマ。芸能界の一流タレントたちが過去の問題や新たな挑戦を乗り越え、再び企業との契約を結んでいる姿は多くの人々に感動を与える。その中でも嵐のメンバーである二宮和成さんがクレジットカード会社。 JCB との再契約を果たしたことは多くの注目を集めている。かつて、二宮さんは JCB の広告キャラクターとして多くの CM に出演し、会社と長い間共に歩んできた。しかし、昨年のジャニー北川氏の課外問題により、契約更新が見送られていた。その後、二宮さんは独立し、再契約の道を歩み始めた。JCB は彼の作品への真摯な姿勢と熱意を評価し、 再び共に仕事をすることを決断したのだ。これは単なる CM 出演だけではない。二宮さんの明るく前向きな人生観や新たな挑戦への姿勢が JCB のイメージにフィットしているからこそだろう。また彼がパズルドラゴンズの大ファンであり、ゲーム会社との再契約も果たしていることからも、その魅力が伺える。 同様に、岡田純一さんや平野紫洋さんも、個人としての信頼性や魅力が再契約の理由となっている。岡田さんはマクドナルドや地元の遊園地のイメージキャラクターとして、その男性らしい魅力を活かし、企業との長い信頼関係を築いている。一方、平野さんもコンタクトレンズや痒み薬の CM キャラクターとして、その目力やアウトドア派のイメージが活かされている。 また、旧ジャニーズから独立した目黒発ハスさんも、キリンやゴモの紅茶との個人契約が話題となっている。彼らの再契約は、企業が彼らの魅力や信頼性に惹かれ、リスクを承知で共に仕事をしたいと思うからこそ実現したものだ。こうした再契約の背景には、単なる商品訴求力だけではなく、タレントの人間性や信頼性が大きく影響している。企業は彼らとの共同作業を通じて、 商品やブランドのイメージを構築し、消費者に訴えかける力を求めている。そして、彼らはその期待に応えるだけでなく、変わらぬ魅力と信頼性を示し続けることで、広告界の常識を超える存在となっている。最終的に、再契約の背景にあるのは、彼らの個人の人間力だろう。彼らが商品イメージに合っているだけでなく、仕事への姿勢や信頼感が企業側にも伝わっている。 だからこそ、再契約が実現しているのだ。こうした一流タレントたちの再契約は、単なる CM 出演以上の意味を持っている。彼らの活躍は、多くの人々に勇気と感動を与え、新たな可能性への道を示している。彼らのこれからの活躍に、ますます注目が集まることだろう。これから、一流タレントたちが、どのような新たな挑戦や活躍を見せるのか、その未来に対する期待や興味は高まるばかりです。 彼らが再契約した企業とともに、さらなる成長や成功を遂げることを願ってやみません。しかし、こうした成功の裏には多くの努力や挑戦があります。彼らが一流と呼ばれるだけでなく、それを維持し続けるためには、常に新しいチャレンジや努力が必要です。そして、その一方で、彼らが成功するためには、ファンや支持者の存在も欠かせません。彼らの活躍を支え、応援することで、 彼らはさらなる高みを目指すことができるのです。つまり、一流タレントたちの再契約は単なる広告活動や CM 出演にとどまらず、彼ら自身の信頼性や魅力、そしてファンとの絆を象徴しています。彼らの活躍に対する期待や応援はますます高まり、これからの彼らの挑戦に注目が集まることでしょう。では、あなたは彼らの再契約についてどのように感じますか 彼らの今後の活躍にはどのような期待を寄せていますか彼らのファンとして彼らをどのように支援していきたいですかぜひ、あなたの意見や感想をお聞かせください。